では質疑に移らせて、質問をされる方は社名を最初に申し込んでいただければと思います。読売新聞ですが、はい、第1回北九村長が伺うと思います。はい、これは順次ということで、特に大きな理由があるということではないんですが、中山間地域ということで、どこか早めに参りたいというふうに思っておりますので、そういうことで、代表質問になりました。それも何といっても過疎、それから高齢化ということですね。特にその山の地域は冬になると交通の問題も発生してきますし、また買い物に行くのもですね、集落から離れたところに住んでらっしゃる方がいらっしゃるということで、そういったことがやはり大変な課題かなと。地域の中にですね、やはりいろんな取り組みをされている方々がいらっしゃると思いますので、今回もそういった方々にも何人か集まっていただいてます。人材育成だとか、あるいは産業振興、あるいは地域づくり、暮らしの安全、こういったことに取り組んでいらっしゃる、その取り組みですね、そういったこともお伺いしたいと思います。テーマっていうのは、今回のこのテーマの挑戦そして実践という、これがテーマなわけですね。挑戦そして実現というか、テーマっていうのは、この懇談の内容の、はい、テーマに基づき、一問一答という、このテーマっていうのは、そういうことですね。はい、宝探しということですので、ごめんなさい、この資料上のテーマというか、これが本当のテーマということですか。そうですね、はい、はい。今申し上げたような、宝を探していこうという部分ですね、もありますけれども、同時に、冒頭にも申し上げましたけど、いろんな課題もあると思いますから、それは両方ですね、お伝えしていくと。そういったことが、広島の力を引き出していくということでは、予想してます。そういうつもりでやっていきます。参加者なんですが、はい、毎回これは事前に参加者を募る形なのか、それとも振り込みの歓迎なのか、ちょっと参加者の集め方について。これ参加者はですね、一応地域のいろんな団体、それから町ですね、それからご推薦をいただいてます。先ほど申し上げましたけど、人材育成だとか、地域振興だとか、そういったことをやられている団体、今回は PTA とか商工会とか、福祉団体などに推薦をお願いしてますけれども、そういう形で今後も進めたい。でも今後そのどこかから推薦された地域の代表者みたいな方を事前に募って、 そうですね、その方たちとお話をするという感じで、いちいちの宝探しをしますよというのを告知して、その日にその取り込みで誰かと話をするといったようなことは、そういう形では、人数の問題もありますので、たくさんの方々が、お受けいただくと、十分に話もできない可能性もあるということなので、人数も決めて、ある程度その絞るというとあれですけど、ある程度ちゃんと話ができるような体制でですね、やりたいと思います。
そう、はいはい、思う人が多かったと思うんですけど、全体のエリアとすごい違うかなと思うんですけど、はい、何かこう展開の、いや私は特に地域的にですね、重点地域とかっていうのはありませんので、県内は、まあ、海の道っていうのはたまたまいろんな形で例示で言ってますけれども、まあ、中山間、まあ、中山間というか、まあ、島の方も中山間ですが、その山間部ですね、山間部もやはり大変な課題を抱えていて、まあ、観光も含めて、いろいろやらなきゃいけないというふうに思っていて、それは何か、こう優先とか何とかっていう意図があるんじゃないかと思います。はい、はい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 、ということです。私の方のデータですが、はい、確認便宜を説明しますが、はい、来年度中に23市町を回られる、はい、そうですね。ですから今年度はあともうまだ3ヶ月ちょっとありますけれども、それと来年度、それはいずれも現場視察と合わせて、はい、もう多分そうなると思います。はい、あとそれで一巡したらどうするんですか。一巡したら、まあ、それはちょっとまたその時に。すみません、時間なので最後の質問でお願いします。はい、知事選の部分ですね、はい、市長が改めて、はい、改めて、はい、市長が改めて、はい、はい、はい、やはりリーダーの仕事というのは直接自分でやはり、その現場なり、あるいは変化なりというのを、まあ、感じるということが大きな役割として、まあ、役割というか、まあ、責任とか任務としてあると思っていますので、それをやはりしっかりと果たしていきたいというふうに考えて、まあ、始めるということでしました。それでは予定の時間となりました。